い、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時45分になろうとしてますね。1月は31日のウェンズデーでございまして、日経平均はだんだんですね、マイナスをこう弱めてきて、ね、今マイナス46で36000回復ですね。36019です。ドル円は 147.64 ですね。香港ハンセン、159マイナスって、まあ、ちょっとだけ戻してますかね。ドルウォンはですね 1334.83 ということですね。はい、まあ、うにゃうにゃしてます。本題いきましょう。日本経済新聞に昨日の19時32分に出た記事です。人口流出、31道府県で拡大、東京集中少子化招く懸念と、というタイトルですね。ちょっとだけ読みますと、東京圏への人口の一極集中は再び強まっている。総務省が30日発表した住民基本台帳に基づく2023年の人口移動報告によると、31道府県で人の流出が前年より拡大し、首都圏の近隣3県が転出超過に転じた。生活コストの高い東京都への集中は少子化につながると懸念される。人口減に拍車がかかる地方はインフラの維持も課題になると。23年は首都圏周辺の中でも大都市での人口の集中が進んだ。象徴が茨城県と山梨県が3年ぶり、長野県が2年ぶりの転出超過に転じたことだと。まあ、つまりですね、長野県、茨城県や山梨県ではですね、東京に通えないでしょ。だから千葉や埼玉みたいなですね、通えるところ、あるいは東京都内にこう移住しようという人が多かったということですね。多分仕事が東京の方があるんですね。だから東京に行こうとしてるんですけど、仕事があると言ってもね、東京は生活コストが高い、家賃が高いのもみんな来るんですね。私が東京に来たのは24歳の時でございます。今からですね、38年前ですか。そうなのかな、そうですね、37年前ですね。東京に来ました。で、言われましたよ。その別に仕事で転勤できたわけではなくて、僕はボストンバッグ一つですね、抱えて東京に来てですね、友達のお兄さんのですね、アパートに転がり込んだんですけど、東京に憧れてあいつは東京に行ったんやと言われましたけど、ちゃうの。東京に憧れてるわけないです。単純にこの文章を書いて生活をすると、暮らしていくということに関しては、大阪や神戸や京都にいるよりもですね、東京の方が絶対圧倒的に仕事があるやろと思ったんですよ。それでやってきました。で、まあ、その後ずっと最初はコピーライターで、その後はですね、ジャーナリストとして生きてきたんですけど、別に東京という街に憧れたわけでもなくって、ここを喜んでるわけでもなく、別にここがいいところやとは思いませんよ。どっちか言うたら嫌いかな。ほいでね、私は京都人なんですよ。で、京都の市内で生まれ育った人間で、御所の隣の大学と高校と中学に行ってるわけですね。そういう人間からすると、東京ってクソみたいな街なんですよ、はっきり言って。この感覚は京都人にしか分かりません。他のどの町の人にも分からんでしょうね。どの地方の人にも分からんでしょうね。で、東京がね、すごい町だとは、まあ思いますよ。すごいことはいっぱいありますし、何かと便利だし、それはええんですけど、リスペクトしないんですよね。京都人は、東京を。いや、好きな人いますよ、京都人でも。でも、リスペクトしていない人が多いですね。私があったら、数少ない東京に住んでる京都人たちは。私もその通りでですね、もうその六本木に行きたいとかね、青山に行きたいとか住みたいとか全く思わない。うわ、ええやん、すごい、ここええやん、かっこええやんとか思いながら歩いてますけども、別に行きたいとは思わない。いや、まあそこに住んでる人もいましたけどね、京都人で。まあそれはそれですよ。その
僕からするとね、田舎の人がですね、東京に来るってのは、いまいち理解できないですけど、まあ多分そうなんでしょうね。東京の方が暮らしやすいとか、まあなんていうか、まあ、あれですね、何でもあるというのがあって、まあ日本で一番ですからね。ただね、日本という国はね、この地方が栄えたことによって今があるんですね。封建制と言いますけどもですね、まあ簡単に言えば各藩があったわけですね。薩摩藩とか長州藩とか会津藩とかがあったわけで、そこで文化を育んだんですよ。それが明治維新でですね、江戸東京に集まってきて一気にこの花開いたわけでして、その地方のねレベルが高いんですよ。むっちゃ高いんですよ。ところがですね、中央集権という方式でですね、中央が全てを決めていたよ。同じ東アジアではですね、中国も韓国もそうなんですけど、韓国というか朝鮮もそうなんですけど、とても田舎はひたすら田舎なんですね。で、全ては中央にあるわけですよ。いわゆるまあ昔いや北京、ソウルというところにあって、そこに行かなければ話にならないですね。だから今の韓国なんて人口の3分の1ぐらいがソウル首都圏に住んでるんですね。もうなんていうか、田舎はただの田舎って、もう限りなく田舎というものはソウルに負けるという、ことごとく劣っているというふうな図式になるわけですね。風光明媚な自然があるっていうだけの話なんですね、田舎のいいところは。もう日本はでもね、地方に文化があったんですね。今はね、かなり怪しい、かなり怪しいけど、でもそのねスピリットは残ってるんですよ、地方地方で。でもみんなね、若いやつは東京に来たがるんですけど、今の時代ね、こうインターネットができてね、その地方にいてもですね、東京とほとんど変わらない暮らしができるはずなんですよ。いや、私は今東京にいますよ、23区内に住んでますけども、いや、田舎に行っていいって言ったら行きますよ、はーいってすぐ行きますよ。まあいろいろね事情があって行きませんけども、面倒くさいじゃ一番ですけど、いや、若い方がね東京に来たいっていうのはね、その、まあ、気持ちは分かりますけども、そこまでせんでええんちゃうのかなと。一つね、みんなが焦るのは、ね、教育なんですよ。子供を作ってですね、そのいい学校に入れられないんちゃうのかと、田舎にいるとね。まあまあそれはある意味ある程度正しいような気もしますでもね、今の日本の学校教育ってある程度クソですよ、はっきり言うて。何がクソかっていうと、受験勉強で、受験でハイスコアを取れるっていう能力がですね、その後々の人生で全くこのこう素晴らしいものになるのかっていうと、ある程度は相関関係あるんですけど、全部ではないんですよ。だから日本で素晴らしいこうビジネスマンになった人が、じゃあ全員東大であるかって、そんなことないでしょ。関係ない、大学行ってない人だって素晴らしいこのビジネスマンになった人いるわけですよ。だからね、こういい学校に行かせるためには東京に住んでた方が、それは多少は優位です、有利ですよ。ええやん、別にでも田舎で育てても。ねつくづく思うのはね、自分の頭でものを考えられるようになればですね、少々のね偏差値のスコアなんて超越できるんですよ。そのね偏差値のスコアの中にで生きていくんやったらね、もうそういう偏差値のスコアの中の序列の中でですね、あいつの方が向こう俺より映画これ出るって、それでもアウトなんですけど、超越できるんですよ、自分の頭でものを考えれば。そこをビョーンと、簡単にはクリエイターになるということですね。何らかのクリエイターになる、どんな形でもいいからクリエイターになる、自分で想像するっていうことができればですね、超越できるわけだって。これ田舎の方が、田舎というかこう都会でない方がそっちを養いやすいんちゃうかなという気はしますけどね。だからですね、今までね素晴らしい仕事を成した人で東京出身者の割合ってそんなに多くないでしょ。どっちかというとですね、地方で育った人の方が素晴らしい仕事をしている人が多いような気がします。この東京という街はクソですよ、飽きるってほんまにどこがええねんと思いますよ、ほんまに。まあね、人がいっぱいいるんでね、お友達を作りやすいとかね、こうまあいろいろ便利なところありますけども、まあそれだけでしょ。都会に来るということにそんな意味があるとは思えないな、私は。
かといってもう私は人生ほぼ終わってますから、今更ね移住しようと思いませんし、なんやかんやという田舎で子育てをするような年齢でもないんでですね、まあこのまま流されるままにこの町で暮らしますけどもですね、こういうデータを見るとニュースを聞くとちょっと寂しくなりますね。ええやん地方でもと、全然ええやんと思いますよ。あの偏差値のヒエラルキーにですねこう溶け込むんであればね、しゃあないからこっち来たらええけども、そこで勝てる人なんて100人1人見ませんからね。もうほぼ負けるわけであって、その負ける戦いに挑むよりもですね、田舎で伸び伸びやってですね、その自分の頭でものを考えられる何かを作れるという能力を養った方がええんちゃうかな、子供にねそういう能力を与えるような環境にしてあげた方がええんちゃうかなと私は思いますけどね。はい、一応このですね、これは日経新聞ですねのアドレスを貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。